ピッチの中入っても、ね、雨だから、ね、いろんなことが起こって当然で、何大丈夫って言ったって要求、うん、要求ね、要求ね、あ、それしか言ってないから初戦だから。最初から前半で試合を決めるつもりでみんな前から行ったので前半 2-0 で折り返したのはいいことだったんですけど、後半点取られたのはちょっと想定外でした。もう連覇するぞって気持ちでこの大会に臨んでいるので、そこの気持ちはどこのチームよりも強いと思います。今これをやるよりも彼がいいよって言った後に多分こっちじゃなくて、こっちに行きましょう。必ず修正して確認するところです。さて高山さん、みんなで一つに心を一つにして試合に臨んだので、それが良かったと思います。次が一番大一番だと思うので、それに絶対勝って日本一を取ります。下がるな。
ていうのは分かってたんですけど、もう何があっても死んでもいいっていうのはおかしいですけど、死んでもいいってぐらいもう強い気持ちで臨みました。やめて